医療用マスクを着用するには、まず水と石鹸、もしくは手指消毒剤で手を洗浄します。それから新しいマスクを箱から出し、破れや穴がないかどうか確認します。上に来るのは、やや硬く、鼻に沿って曲げられるワイヤーが入っている方です。色のついた面を外側、白い面を手前にして、マスクが鼻と口を覆うように顔に当てます。 両側にゴムが2本ずつ付いているタイプであれば、2本とも耳にかけてマスクを固定します。紐が付いている場合は、上側の紐同士を頭の後ろでしっかりと長結びにします。下側の2本は首筋で結びましょう。バンド付きのタイプは、上のバンドを引っ張って頭の裏側に回します。下のバンドは、 頭の上を通って首筋にくるようにします。マスク上部のワイヤーを鼻にフィットさせ、マスクを下に引っ張って口と顎までしっかりと覆います。医療用マスクを外す場合は、水と石鹸、もしくは手指消毒剤で手を洗浄します。ゴムや紐、バンドを外してマスクを取り外します。 マスクの表側は汚染されている可能性があるため、触らないようにしましょう。最後に、マスクをゴミ箱に捨て、もう一度手を洗います。